今日から俺はみたいなね。ああそうですよね、はい、昭和のね、ああいうヤンキーが、まあ、こういったのなんですけど、立花選手フォルムとしてはかなりちょっとこう昭和っぽい体型な感じですからね。そうですね、どちらかというと、どちらかと言いますと、ね、まあ、ジャンプというかチャンピオンみたいなね。そうですね、ルールについてご説明いたします。ルール、この試合は通常のプロレスルールに加え、選手は試合中自由にコスチュームを脱ぐことが認められる特別ルールにて行われます。それではただいまより本日の第3試合DDT エクストリーム級選手権試合、試合中に自由にコスチュームを脱ぐことが、1本勝負を行います。初めてですね。それが何のメリットになるのかよくわからないんですよ。もう私今内心ハラハラしますけどね。これただですね、チャンピオンが決めることができるルールのはずですよね、はい、そうです、そうです。青木選手がこのルール決めたんですか。いや、まあわからないですけどね、青木さん決めたんじゃないですかね、はい、青木さん結構やっぱり面白い人好きなんで、まあ、そもそもだってこのマクドナルドだって、はい、青木選手がね、はい、そう指名したんです。そうです、はいはい、しかも挑戦させてくださいってチャンピオンの方から言いましたからね、はいはい。あ、でもちょっと今日のマックはなんかあれシリアスモードですか。なんかこのなんかちょっとからカンフー同時のような、ね、なんかそうですね、これすごいですね、はい、なんか結構ねドナルドは結構この戦一戦にですねかなりかけてましたからね。最初めちゃくちゃ嫌がってましたけど、はい、そうなんですよ。でもね、はい、自分で YouTube で、はい、煽り動画を2本も作って、あ、そうそうそう、アップしましたからね、はい、近所のねたこ焼きさんがなんか応援してくれてるっていうね。まあ確かにマクドナルドにとってこれ、まあ、DDT のタイトルがかかった試合です、はい、勝てばエクストリーム級のチャンピオン、うん、まあ、ある意味確かにエクストリームにふさわしい存在ではありますよ。そうです、ね、マクは、まあ、青木真也選手の大好物ですね。青木真也今回が4度目の防衛戦になります。試合中に自由にコスチュームを脱ぐことができるという、まあ、これが勝敗にどう関わってくるのか今の時点では全く分かりません。脱がせるじゃなくて自分で脱ぐことができるってことですよね。そうですね、はいはい、まあ、私も結構ねこれハラハラしてるんですけどね。これユニバースで生放送してるわけですか。生放送中です、はい、いくらユニバースといえどもやっぱり表現の限界はありますから、まあ、しかもですね、まあ、レスルユニバースはね DDT のみならずプロレスリングノアもね、そうですよ、流れてもうノアのねファンの皆さんも、まあ、こうやって DDT の試合を見るようになりましたから、そうですね、この試合も当然見ることできますからね。できますからね。何か不測の事態がね起きなければいいと思いますけれど、しかもだって青木選手普段通りのスパッツ、いやだから何を言ってるのかもうこれ意味わからないですいや僕青木さんが入ってきた時に、青木さんこれ1枚か2枚しかないじゃんと思ったんですけどそうこれ脱ぐの大変は大変ですけど、いやでもこれはもう意味わからないですね、なんか。そうですね、マークはねちょっと、はい、戦闘ね今までと違うコスチュームだったけど、青木さんは普段着の青木さんですよ。そうなんですね。今までね、エクストリームって例えば目隠しブラジャーとか、はい、何かつけたものを剥ぎ取るということはありましたけれども、自分で脱ぐというものはなかったと思うんです。しかもそう三田さんのおっしゃるとおりで、例えばその乳隠しを取ったら勝ちとかね、あるじゃないですか。わかりますね。別に脱げるですよね。脱ぐことができる。そうです。脱いだら勝ちとか脱がせたら勝ちとかじゃないです。それは勝敗には関係ないんですよね。今ちょっと驚いたんですけども、はい、ドナルド選手がですね、はい、結構青木真也選手のグラウンドにちゃんと対応できていたっていう、うん、意外に何回かバックを取ったりとかしたんですね。謎の多い選手ですからね。マークはレスリングの経験者ではあるわけですよね。でもなんか動き自体は実際にこのまあプロレスを結構何年もやっていた人の動きですよね。あとやっぱマックはバックを取るのは上手なんです、ね、そうです。だからもう今もバックとこう取ってますので、はい、うまいですね取り方が、はい、それどっちの意味ですか。いやバックですよ。バックですね、はい、はい、いやだからなんかこうちょっと動きすごいですよね。やっぱそうですね、緊張感はありますね、はい、なんかとてもまっすぐな欲望みたいなものが、そうですね、はい、彼を突き刺さます、うん、ベルトに対するね。あ、なるほど、はい、これもうこの絵面だけで面白いですからね、この画面上の何ですかこの道具どこで売ってるんですかこれ T っていうのは何ですか。 T T、 あ、本当だいきなりその基本的なとこに疑問、道着が、道着の帯で T なんだろう、何の T なんですかね、はい、
そうなんですよ。実はマクドナルド、あの普段のコスチューも T って入ってるんですよ。あ、じゃあ何かスポンサーさんとかね。いや、いやこんなロゴマークないですよね。 M だったら絶対怒られるんですけど、はい、T、 なんだろう。これ、この試合中に自由にコスチュームを脱ぐことができる以外は通常のプロレスルールなんですね。そうですね。あ、でも、ね、要するにもうこれ脱げかけてますよね、そもそも、はい、まあ、今ね、この帯を使ってちょっと首を絞めたりするような素振りはありましたけれども、はい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 、脱がすことも自由じゃないですかね。まあ、で道着で首を絞めるみたいなこともね、なんかおぐり締めとかね、はい、まあ確かにね、青木選手の戦い、まあこうですね、ディッというものはですね、非常にその重要なポイントになってくると思うんですよ。また先ですよ。また先ですよ。やるじゃないですか。やりますね。ね、レッグスプリット。青木選手、逆にこういうね、また先とかの技とか受けたことないと思うんですからね。ああ、なるほど。やっぱ下半身の攻撃というものがマクドナルド、非凡なものを感じたそうですね。下半身。はい。また先なんで久しぶりに見ましたね。さあこれは膝を固めていく青木、素直にローペースで、ここは無理をしませんマクドナルド。しかも今日マクなんか規制を発しませんね。そうですね。彼なりのね、感染予防対策かもしれませんね。あ、そういうこと、そういうことなんですかね。ちょっともう僕は分からないです。はい、どうしろって言うんですか。あ、なんか返せいらないんだ。え、こう謎ですね。叩いたりするかと思いました。お、来た、誘ってる誘ってますね。マク青木状態ですね。はい、それは猪木あり的にマク青木。あ、そうです。マク、なるほどなるほど。お、誘ってる誘ってますね。そこからもう青木信也からでも、あ、サブミッションで1本取ったら大したもんですよ。いや、そりゃそうですよ、世界に流し入れますよ。あ、なんだなんだ、ちょっと変形のキーロックみたいな感じになってますね。あ、そして、あ、なんか近いですけれど、近いですね。何か言葉で罵ってるでしょうか。とりあえず何かうめき声のようなものは聞こえます。お、しかし下から取られた腕十字を狙ってくる。ちょっと青木選手しんどそうですけど、これくらさらに潰して、あ、まだ腕を決めてますね。この足を使ってマクは青木の腕を決めていきます。そしてホール取られる。おーノーノーノー、もうちょっともう複雑すぎてどっちが効いてるんだかよくわかりません。あ、これは青木がエスケープだ。そうですね、素晴らしい。あの右足で、あの腕をロックしてるんですよ。ですよね、はい、ちょっと変形キーロックの体勢に入ってたんですよね。純粋にやっぱじゃあ青木選手から、はい、このサブミッションで、あと見えないところで股間も押さえてました、ね、ああなるほど、はい、まあでもこれはね、マクとやる以上はですね、そうですね、青木選手のね想定内だと思うんですが、ただもうドナルドの腰も逃げてますね。はい、前はあ、来ましたよ、マクシェイク、シェイクしてます。そのままボムに行こうとしたところ巻き込まれて、さらにフォアに行く。あ、カウント2。そのまま今三角を狙いましたが、マクが逃れていく。あ、そしてなんか噛みついたりとかし、ま、そうですね、噛んでないですね、これは。なんか、なんですかね、なんですかね、吸い込んでるというか、ちょっと表現できないかもしれませんね、これね。はい、ただ青木選手相当悶絶してますよ、これ。そうですね、マク選手のこの赤い髪の毛が青木選手の股間から見えたり見えなかったり、まあ、そんな光景が繰り広げられています。青木選手の表情がね、ちょっとこれは読めないですね、うん、お、脱がすのはダメなので、通常のプロレスルール反則です。引きずってきましたね。あ、なんか今いい感じに声が出ましたね、あーというね。あ、脱ぎました、脱ぎましたね。これはルール上許されてますね。脱ぎました、脱ぎました、ね、はい、あ、普通に脱いだ、はい、脱ぎました、ね、
絡みついてきますね。絡みついてグラウンドのコブラツイストから撫で回します。これはひどくなってきましたね。だいぶ最初真っ当でしたけど、だいぶ何かこうあからさまになってきましたね。でもしかもあの本丸をいきなり攻めないんですね。本丸とは、はい、外堀から埋めていくという感じが、またこのマークのテクニシャンぶりがですね、非常に出てる感じが。止めようか、松井さんの止めようか、優しい声ですよ。お、これはガラ空きですよ。そしてこのシンクの帯を、これはいけませんね。これだいたい小学生の頃やるやつですね、男の子たちが。ああ、そしてさらなる刺激を与えていきます。今回青木選手は自分の新たな引き出しが来るんじゃないかということで幕を指名してるんですよね、はい、なので青木選手にも何かしらのこう引き出しがあるんですかね。マック選手に、青木選手が自分の引き出しを開けると。なるほど。マック選手はいつも通りの引き出し。いや、マック選手はいつも通りの引き出し、はい、ガラ開きですよ、はい、前回。おお、そのままブロンコバスター。こういうの普段食らわないですからね。ちょっと今の状況だとまだ青木選手、開いた、開いちゃってますかね。なんですかねこれね、はい、これまずいですね。まだ午後7時過ぎたあたりですね、お茶の間の時間です。これだけ見るとなんだかよくこれはもう忘れないですかね。見てないですね。何かありましたか今。すみません、ちょっと何もないですね。すみません、今、はい、今ちょっとスマートフォンをチェックしてました。なるほどなるほど。ハッシュタグをね、皆さんのコメントを拾わないといけないなと思いますね、はい、これは困った絵面ですよ。まあでも激しい戦いになってきたらコスチュームの一つや二つずれますよ。ずれませんよ、こんな風にはね。死闘ですね。これは死闘ですね、はいはい、これはあらゆる意味の命をかけた戦いです、はい、いや大変ですよ。これはもうエクストリーム戦史上最高の試合になりました、ね、はい、団体の存亡とかかかっちゃってますよ。ちょっと団体の存亡はまあまあ、まあまあ、はい、団体の社会的チームかかってるでしょ、はい、いやいや行かないと。あとですね、この両選手がですね、はい、レフリーの松井さんの言うことは全く聞かないですね。あーっと、ヨーロピアンクラッチ、さあ抑えた抑えた、終わってくれました。終わりましたね。すごい試合でしたね。すごい試合でした。いや、これもう本当私もね、手に汗を握りました、はいはい、いやもうちょっとすごいことになってますねこれね。そうですね、受け取りましたね、はい、一瞬ちょっと何かすごかったような気がしますけども、はい、はい、気のせいですね。いや、気のせいですね、はい、さあということでですね、はい、第48代 DDT エクストリーム級チャンピオンの青木真也選手が4度目の防衛に成功ということで爽やかですね。めでたしめでたしです。爽やかです、はい、シェイクしています。はい、まあ、青木選手もね、なんかどうなんでしょうね、新しい開いたんですかね。開きましたね、はいはい、何かめでてますよ。あ、戻してあげてる。あ、なんかもうやっぱお互い感じるものあったんでしょうね。なるほどね、はい、いやー、いい試合でした。いい試合でしたね、はい、これも本当にベストバトルです。ベストバトル、はい、ツイッターのハッシュタグもですね、はい、すごい盛り上がってます。おー、よかった。はい、よかったです。やっぱ本当にこの2人ならではの、はい、やっぱタイトルマッチですね。そうです、はい、はい、大丈夫です。履いてますから大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫履いてました。さあ、はい、ということで、はい、次なるね、おちんやの、はい、ご指名チャレンジャーは一体誰になるのか。そうですね、楽しみですね、楽しみですね、はい、はい、ということで、高木さん、志郎選手にはここまでということで、はい、私すぐに控えすぎてちょっとやらなくちゃいけなかったですね。いろいろ感じますね。ちょっとこの試合、はい、この後多分高木さん忙しくなる、ちょっと忙しくなります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。